連邦航空保安局はアメリカ国土安全保障省の運輸保安庁の監督下にあるアメリカ合衆国連邦政府の法執行機関である。FAMSは民間航空の信頼性を上げることを目的とし、このために連邦航空保安官を配備してアメリカの航空会社、空港、乗客、乗員に対する適正行動を察知、抑止、阻止する。航空保安官は連邦政府の法執行官である。職称柄、航空保安官は援護なしに独立して職務を遂行することが多い。保安官は職員として拳銃の取り扱いの精密性を最上級に保つことが求められる。保安官の職務は他の乗客に混じって飛行機に搭乗し、調査テクニックテロリストの挙動の発見、銃の技能、飛行機特有の方法論、近距離での護身術などの訓練を活かし、一般乗客を護衛することである。連邦航空保安局は1968年、連邦航空局のスカイマーシャルプログラムとして始まった。当時の構成員は、同局の運航部からテキサス州ブラウンズビルで銃器の訓練を受けた6人の志願者であった。後に民間航空保安部の独立業務となり、同部署からの志願者を投入して拡張された。これらの人員は銃器を支給され、バージニア州クアンティコのアメリカ海兵隊訓練場にある FBI アカデミーで近接格闘のトレーニングを受けた。1985年、大統領のロナルド・レーガンはスカイマーシャルプログラムの拡張を要求し、議会も国際保安開発協力法を制定した。これは連邦航空保安局の根拠となる法律を拡張するものであった。運輸庁の目標声明とは裏腹に、航空保安官のプログラムは国内便でのハイジャック事件に橋を発するものであり、1985年まで航空保安官プログラムはアメリカ国内便にほぼ限定して運用されていた。1985年のトランスワールド航空847便のハイジャック及び国際保安開発協力法の施行の後は、航空保安官は増員され、国際便に注意が向けられるようになった。イギリスやドイツなどの数カ国で、個人が銃器を携帯して入国することへの抵抗があったため、国際線のカバー体制にはムラがあった。銃器携帯での入国への抵抗は、双方の交渉や協定による合意や、入国した際に武器を引き渡すことによって克服され、FAMSはアメリカの航空業界をハイジャックから守るという使命を実行するため世界中で活動することができた。もともとはジョン・ F ・ケネディ大統領の必要上からの命令のもと、アメリカ税関局保安官がエアーマーシャルとして任命されており、後には特別に訓練された連邦航空局職員が任に当たっていた。これも、運輸保安庁の目標声明とは逆に、税関局保安官は1971年から1972年にかけて廃止されてしまった。このうち多くは、航空局の民間航空保安部へと移動して、航空保安調査員となり、また、民間航空保安部の監督する航空保安官プログラムの志願者になった者もいる。2001年9月11日までは、連邦航空保安局の保安官の人数は、脅威の予測や資金調達の具合によって増減していた。2001年9月11日の時点で活動中の航空保安官はわずか33名であった。アメリカ同時多発テロ事件の結果、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は、連邦航空保安局の迅速な拡張を命じた。新しく雇われた航空保安官の多くは、他の連邦機関からの人員であった。これには、アメリカ関税局、アメリカ国境警備隊、アメリカ住宅都市開発省監察総監室、アメリカ麻薬取締局、アメリカ郵便調査局、アルコール・タバコ、火器及び爆発物取締局などがある。志願者は、採用された後訓練を経て、世界中のフライトに割り当てられた。2006年8月の時点で、航空保安官の人数は数千人規模だと推測されている。現在のところ、航空保安官は運輸保安庁の第一法執行官として勤務している。2005年10月16日、アメリカ国土安全保障省長官のマイケル・チャートフは、第2回審理の答申で、省庁再編に伴い、機能を一貫させるために、連邦航空保安局を移民、関税執行局から運輸保安庁に移管することを公式に認めた。以下はその理由である。連邦レベルで航空法執行とセキュリティを整理強化し、関係者へのサービス拡充に向けて一貫となったアプローチを形成し、航空保安の調整、有効性を強化するためこの再編の一環として、連邦航空保安局長官が運輸保安庁の法執行局長補佐を兼任することとなった。2004年の7月より、運輸保安庁は大きなイベント、9日祝日の際に大規模輸送システムを補助する臨時要員を派遣している。この運輸保安庁の人員は、UK 共同輸送保護対応チームと呼ばれ、大規模な物資、旅客輸送において、ランダム、非公開、予想不可能な高い存在感を示すことが目的である。必要とされる補助のレベルは、輸送システムの地方政治及びセキュリティの状態による。バイパーチームのメンバーには、航空保安官以外の人員が加えられることもある。2007年7月以来、運輸保安庁は、バイパーチームの人数及び、派遣回数を大いに増やしており、派遣頻度は1回、月から1から2回、週へと増加した。航空保安官や、初期のバイパーチーム配備には論争もあった。運輸保安庁の現地職員によれば、初期の出動では、職員自身にも危険があったという。運輸保安庁は、航空保安官に対して、強制捜査用のジャケットやシャツを着て、エアマーシャルとしての身分を明らかにするように求めたが、これはつまり、保安官の匿名性を侵しかねないものであった。この懸念に応じて、運輸保安庁は方針を転換し、現在の航空保安官は、民間人の服装、もしくは単に、国土安全保障省職員とわかるジャケットでバイパーの出動に参加している。航空保安官は、地方の法律、刑事手続き、一般輸送の中で遭遇する事態の範囲、連邦法執行職員としての権限領域をよく認識していないと報告する運輸保安職員もいた。和訳は暫定的なものであり、正式名称ではない。連邦航空保安官は2段階の厳しい訓練プログラムを受ける。第1段階は7週間の法執行基礎課程である。この訓練は、ニューメキシコ州アルティージャにある連邦法執行トレーニングセンターで行われる。航空保安官はまた、ニュージャージー州のウィリアム・ジェヒューズテクニカルセンターで続く訓練を受ける。この訓練は、連邦航空保安官の職務上の役割のため、しつらえたものである。独特の領域として、憲法、狙撃、運動生理学、行動観察、防衛戦略、緊急医療補助、その他の法執行の技術などが含まれる。第2段階では、実地で行う職務の訓練を行う。この訓練では、候補者の狙撃技術の改善に重点を置く。狙撃技術が必要となるのは、場所が飛行機に厳しく制限されるためと、側に多く人がいるためである。この訓練を終了した候補生は21の現地事務所へ割り当てられ、そこで任務に就くのである。航空保安官は通達から1時間で急行したり極めて危険な場所に配備されることもある。秘密活動の航空保安官が配備された場所は2002年第36回スーパーボウルの際のニューオーリンズ発着便、2002年ソルトレークシティオリンピックの際のソルトレークシティ近郊便、大統領ジョージ W ブッシュが訪れた都市などである。航空保安官は357シグ弾を装填したシグザウエル P229 拳銃を携帯しており、銃器の取扱いテストを3ヶ月ごとに受けなければならない。某航空保安官によれば、彼らは静止射撃を行うように訓練される。まず人体のうち最も大きな部分を撃ち、次に頭を撃って神経系を無力化するのだという。2006年8月の方針転換により、匿名性を保つため、航空保安官はどのような服を着てもどのホテルに泊まっても良いことになった。だが、以前の局長ダーナ・A・ブラウンは、航空保安官にセキュリティチェック免除レーンを通り、飛行機に事前搭乗することを義務付ける方針を続けていた。2005年11月7日、航空保安官がマイアミ国際空港の搭乗口で44歳のアメリカ人リゴベルト・アルピツァーを射殺した。アルピツァーはアメリカン航空924便の搭乗者だった。初期の報道によると、アルピツァーと彼の妻の間で喧嘩が始まり、その後アルピツァーは突然飛行機の後部から通路を走ってきたという。米国フライトアテンダント協会の安全責任者、ロニー・グローバーは、男がこちらへ来た時、彼の気が動転しているのは明らかでした。飛行機前方の乗務員の一人が、お客様、飛行機をお振りにはなれませんと言った時、乗務員によれば、彼は、俺は爆弾を持っていると答えたそうです。この時点で、航空保安官は、保護を諦め、ドアの外、搭乗口へ追いかけていきましたと語った。2005年11月8日、ホワイトハウスのスポークスマンであるスコット・マクレランによれば、大統領はアルピツァーへの発砲に対して、航空保安官は適切な処置をしており、満足しているとのことであった。SSI とは、機密扱いにはされていないものの、航空保安を脅かしうる情報を指す用語である。2003年7月29日、連邦法執行官協会の航空保安局執行部副代表である航空保安局所属のロバート・マクレーンは、ホテル宿泊のコスト削減のため、航空保安官を長距離航路から撤退させることを検討していることを明らかにした。この計画が命じられたのは、運輸保安庁が予算不足に陥り、また、国土安全保障省が2003年7月26日の警告を出した直後であった。この警告は、テロリストがアメリカ東海岸、イギリス、イタリア、オーストラリア発の旅客機で、ハイジャックの意図を含んだ密輸計画をしているというものであった。計画は、議会の反発を呼び、実行される前に中止となった。またこの計画は、航空、輸送法案法とも合致しなかった。同法の105節は、連邦航空保安官の配属は、2001年9月11日に標的となったような直行便、長距離便を優先すべきであるとしている。マクレーンは、情報漏洩の結果、不許可での要注意法案情報発表を理由に解雇された。マクレーンは現在巡回区控訴裁判所において、係争中である。マクレーンは、彼の解雇は告発者保護法を破った報復行為であり、また言論弾圧防止法と呼ばれる認可法の執行上の違反であると主張している。ありがとうございます。